深夜プラス1は、イギリスの作家ギャビン・ライアルが1965年に発表した小説。日本語訳は、早川書房から菊池光役で出版されていたが、2016年に鈴木恵による新訳版が刊行された。無実の罪で殺し屋と、警察双方に追われる、実業家を護送する、フリーランスのエージェントとガンマンのコンビのタイムリミットに追われての苦闘を描く。 命の危機にさらされても自分の生き方を曲げない男たちの姿を全編にわたり主人公の一人称で描写したハードボイルドな冒険小説である。酒に弱く、それでいて女性の優しさを引き出さずにいられない。ガンマン、ハーベー・ロベルは早川ミステリーの冒険小説人気キャラクター部門で1位を獲得した。ルイス・ケインは 第二次世界大戦中にレジスタンスを支える目的で欧州大陸に送られた工作員だが役目を終え十数年を経た今は金持ち相手のビジネスエージェントとして生計を立てている。かつてのコードネームカントンで呼び出しを受けると旧知のアンリ・メルランが待っていた。地下活動の同志で今は弁護士であるメルランが語るには大富豪のマガンハルトはリヒテンシュタインまで行く必要があるが 不助暴行で訴えられて警察から指名手配され、さらに何者かに命を狙われている。ケインは護衛を兼ねたドライバー役の依頼を引き受けた。旅に同行するガンマンにはハーベー・ロベルが選ばれたが、この男の正体はアルコールの中毒者だった。アメリカのシークレットサービス出身で、ヨーロッパでもナンバー3の技量の持ち主だが、殺しの技術は飲んでいない時しか使えない。 そして人を殺す罪悪感とガンマンとしての重圧は常にロベルを酒に向かわせていた。ガンマンを交代させる余裕はないためケインは仕事の間だけは飲まないと約束させた。フランス西岸のブルターニュでマガンハルと秘書のヘレン・ジャーマンと合流して陸路、目的地を目指す。翌日、殺し屋の襲撃に遭った彼らは敵の中にヨーロッパでもナンバー1と ナンバー2と言われる、ガンマン、ベルナールとアランがいることを知る。彼らもまたレジスタンスの暴力犯であったが、銃を捨てて生きることができず、ついには殺し屋となった経歴の持ち主だった。車を損傷したケイン一行は、警察の網から逃れるために、ケインのかつての恋人、今は白爵夫人で未亡人となっているジネット・マリスの上官を訪ねる。ここで、マガン・ハルトは、 自身が正体不明の敵の罠にかかり、あと36時間以内、すなわち、明晩の夜半までに、リヒテンシュタインに着かなければ、企業の所有権を喪失し、経済的にも破滅すると明かす。先行きが暗くなる中で、ロベルは約束を破り酒を飲んでしまう。彼らは翌日ジネットの助けで、スイスに入るが、ほんの一瞬の隙を突かれて、 スイス警察にマガンハルトが逮捕される。手立てを尽くして彼を釈放させることに成功したケインは敵の狙いがマガンハルトの死であることを確信し、また相手がこちらの手札を完全に読んでいるのに気づく。裏切り者は誰か謎を含んだまま物語はクライマックスの銃撃戦へ流れ込んでいく。現代のミッドナイトプラスワンは主人公の任務のタイムリミットである0時1分を意味する。 早川書房のミステリーマガジン1991年6月号市場で行われたアンケートをもとに1991年9月に発行された書籍ミステリーハンドブックで発表された人気投票の集計結果では本作がスリラー部門の第1位他に8つのジャンルを含めた海外ミステリーベスト100で第2位の人気を獲得している 翌年のミステリーマガジン1992年5月5市場で行われたアンケートをもとに1992年10月に発行された書籍、冒険、スパイ小説ハンドブックで発表された人気投票の集計結果では本作の登場人物であるハーベイ・ロベルが好きな脇役部門の第一位を獲得し好きな主人公部門でもルイス・ケインが第5位にランクインしており 作品自体も冒険小説部門における第2位、他に3つのジャンルを含めた総合ベスト100で第7位の人気を獲得している。上記の作品から名前を取った店として知られるものに以下のものがある。ありがとうございます。